フェアリーエビエーションカンパニーリミテッドは20世紀前半に設立されたイギリスの航空機メーカー。グレーターマンチェスターのヒートンチャペルの他にかつて存在したミドルセックス州ヘイズを主な拠点としていた。タイプ3、ソードフィッシュ、ファイアフライ、ガネットなどいくつかの有名な軍用機を開発し、イギリス海軍艦隊航空隊へ航空機の供給をしていた。 一連の合併と買収によって、フェアリーエビエーションの航空機製造部門は、ウェストランドエアクラフトに買収された。フェアリーエビエーションから派生して、現在も存在する企業は、協力建設業のワッファルと計測機器製造業のスペクトリスである。フェアリーソードフィッシュフェアリーエビエーションは、1916年に、チャールズ・フェアリーが創設した。創設間もない頃は、他社の航空機を、 ライセンス生産したり、下請け製造を受け負ったりした。最初に製造した航空機は水上偵察機のフェアリーカンパニアで1917年2月に初飛行を行った。航空機はミドルセックスのヘイズ工場、ハンプシャーのハンブル工場で製造が行われた。第二次世界大戦に送り出した有名な航空機はフェアリーソードフィッシュである。1930年代中期。 イギリス軍から多数の注文を受け、より大きな工場が必要となった。フェアリーアビエーションは第一次世界大戦で国立工場として使用されていたストックポートのヒートンチャペル工場を1935年に獲得した。テスト飛行用の施設が1937年6月にマンチェスターのリングウェイで建設されました。 ストックポートで製造された少数の太陽爆撃機フェアリーヘンドンは1936年にマンチェスターのバートンにおいて初飛行した。リングウェイでは軽爆撃機フェアリーバトルの量産が1937年中期に始まった。第二次世界大戦では多数の戦闘機フェアリーフルマーと急降下爆撃機フェアリーバラクーダがこれに続いた。また、 498機のブリストルボーファイターと660機以上のハンドレ・ページ・ハリファックスはフェアリー製であった。戦後、フェアリー・ロトダインの試作機はヘイズ工場で製造されたがホワイト・オルサムで組み立てられ1957年に完成した。一方で1960年にストックポートとリングウェイの工場を売却した。1 9五十年代後期にイギリス政府は 航空機メーカーの統合に乗り出した。国防省はヘリコプターのメーカーを一つにすることが将来的にベストであると認識した。1959年にサンダーズロー1960年にブリストル飛行機がウェストランドエアクラフトに合併された。同年にフェアリーアビエーションもウェストランドへ合併された。合併の後、ウェストランドアスプなどはヘイズ工場で製造された。 一部の部門はフェアリーエンジニアリングとして存続した。1986年にキッズによって買収され、ウィリアムズフェアリーエンジニアリングとなった。ヒートンチャペルのストックポートを拠点にして、ワファルは設計や移動式架橋の生産に携わっている。フェアリー3フェアリーヘンドンフェアリーガネット。ありがとうございます。